あの人が病に倒れるとなれば、内外に与える影響が大きすぎます。どうして後をつけてきた？特別な理由でもあるのか？そう驚かないでくれないか。君が怯える必要はないはずだ。ああ、迷いのある足音から大体の想像はついていたが、気配すら殺せていないし、かといって悪意もない。そして俺の後をつける正当な理由がないからこその戸惑いがにじみ出ていた。
この時間であれば誰にも見つからずに済むと思ったんだが、結局のところ雪村君は一部始終を目撃したんだな。十分だ。要件も要件だし、君に手を貸してもらおう。この件は口外しないでくれ。ある重要な機密に関することだ。だから怯えないでくれ。誤解のないように説明するので、しっかり聞いてほしい。俺は松本良順先生から頼まれて、この部屋を掃除しに来ただけだ。これは幹部の中でも、ごく一部の人間しか知らないことだが、沖田さんはある病を抱えている。君もそれは知っているな。もちろん、誇りの立つような掃除を本人にさせるわけにもいかない。しかし沖田さんはなぜか部屋を他人に掃除されるのがとても気に食わないらしい。だから留守を狙っていたのだ。この件についてはくれぐれも口外しないようにしてくれ。いや、誤解しないでくれ。俺の目的はあくまで掃除だ。決して個人的な何かを盗み見るつもりはない。俺の実家は針と薬を扱っている。君のところとは逆で東洋医学だな。この経歴を見込まれたのか、松本先生、そして局長と副長から新選組の医療面を任されている。簡単な治療と衛生管理を行いつつ、沖田さんのことを気にかけるよう正式な任務が下されているんだ。ああ、よろしく頼む。
やはりこのホック州が掃除を嫌がった理由か。ああ、宝玉というのは土方副長の画号だ。つまり土方副長はそのホック州を誰にも見せたがらないと聞く。ということは沖田さんが無断で副長室から持ち出したのだろう。土方さんの心境を考えると団長の思いではあるが、確かに雪村君の言う通りだ。俺たちは俺たちの仕事をしよう。今日は助かりました。もしよければ、今後も俺に手を貸してくれませんか？俺は先生に医術を学ぶため、そして観察方としての任務のため、豚書を開ける時間が増えます。気づいた時で構いません。沖田さんの様子がおかしくないか、たまに見ていてくれませんか？そして俺に何かあった時は彼の看護に当たってほしい。他の人には頼めない。彼の病気について知っていて医術に明るいのは君だけだ。俺には与えられた任務を自分で果たすという心構えが足りなかったようだな。これには沖田さんをはじめ体内の病人や怪我人の状態を逐一まとめるようにしている。松本先生の指示を受けてどのような治療をしているかも全て書き記すようにした。大元になったのは先の健康診断の結果だ。それを松本先生のところでまとめてきた。俺が留守の間に何かあればこれを見て対処してやってくれ。局長と副長にも話は通しておく。
俺はこれから先も新選組を陰から支えることになるだろうが、俺が俺の任務を果たすために協力してくれると嬉しい。君の言葉は頼もしいな。